東洋大学東洋大学白山キャンパス。白山キャンパス上が東洋大学総合スポーツセンター。下は上から順に白山キャンパス。白山第二キャンパス東洋大学白山キャンパスは東洋大学のキャンパスである。本校では資金に所在する白山第二キャンパスと総合スポーツセンターも開設する。白山キャンパスはじめ水の森所在地は 東京都文京区白山後の28の20。学校法人東洋大学の本部もある、メインキャンパスである。東洋大学の前身である、哲学館が1897年7月、本郷区駒込放来町から、小石川区原町屋座形成が久保に移転した時から、存在するキャンパスで、第二次世界大戦前には、原町校舎と呼ばれ、東洋大学を指し示す異名として、 形成代を用いることもあった。使用学部は文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部の7学部で、大学院は大学院文学研究科、経済学研究科、経営学研究科、法学研究科、社会学研究科、国際学研究科、国際観光学研究科が設置されている。 2010年には、白山第二キャンパスに所在する国際地域学部のイブニングコースが新規設置された。井上遠慮記念学術センターなど、多数の付属施設が設置されており、日々研究活動が行われている。2013年4月には、白山第二キャンパスに所在する国際地域学部大学院は、国際地域学研究科専門職大学院は、 ホーム研究科研究施設は計算力学研究センターが白山キャンパスに移設された。文京区におけるランドマークの一つであることから文京区コミュニティバスビーイグルでは大学採門前に東洋大学前というバス停が設けられるに至った。また、正門前には都バスの停留所東洋大学前が設置されている。百三十四年頃の原町、 校舎文学部のみの短科大学から複数の分野を網羅する総合大学へ脱皮するにあたってキャンパスの面積不足は大きな課題であった。当初、工学部も含めて全てを白山キャンパスに設置する予定でいたが、面積の問題から叶かわず、川越市長、伊藤康敷地の熱心な働きかけによって工学部を川越市に設置することとなった。その後、 文系学部の増強に伴って、文系各学部の教養課程を分離することが必要となり、朝日にキャンパスを設けた。このまも、白山キャンパスは中低層の建物が密集する古いキャンパスのままであったが、3期にわたる再開発工事が行われ、21世紀型のインテリジェンスキャンパスへと変貌を遂げた。さらに工場統制憲法が廃止されると、 文系語学部を浅香から撤退させ、白山の地に戻すという政策を実施、総合大学発の都心全面会期として話題となる。白山キャンパスは都心全面会期に備えて新規キャンパス開発を実施、工場等制限法の廃止を見込んで取得しておいた土地が有効活用され、経済、経営、法学部の講義中心の一号館、文、 社会学部の講義中心の6号館、16階建ての2号館や700人規模の井上遠慮ホールを備えた5号館、体育館やサークル部室の入る4号館、文京区の第3回分の京都市景観賞、景観創造賞を受賞したはじめ水の森、第5回分の京都市景観賞、景観創造賞を受賞した6号館のサイモンエントランスが整備されている。敷地に隣接する、 京北学園との合併が決定し、既存校舎を解体した土地に、延べ約2万平方メートルの125周年記念館を建設した。2013年4月からは、白山第二キャンパスから国際地域学部及び国際地域学研究科・法科大学院が移転した。白山キャンパス1号館、白山キャンパス2号館、白山キャンパス3号館、白山キャンパス4号館、 白山キャンパス5号館、白山キャンパス6号館、白山キャンパスからは、徒歩5分程度の距離にある。所在地は、東京都文京区白山2-36-5。使用学部なし、大学院なし、研究施設なし。現在は、東洋大学、京北中学、高等学校、京北学園白山高等学校の校地となっている。2006年に、 埼玉県和光市へ移転した最高裁判所書期間、研修所の建物をそのまま使用して開設された。開設と同時に、法科大学院が白山キャンパスから移転している。その後、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業、学術フロンティア推進事業に採択された、大学院工学研究科の計算力学研究センターが設置された。 2009年4月には、板倉キャンパスから、国際地域学部及び大学院、国際地域学研究科が移転した。2013年4月からは、国際地域学部及び大学院、国際地域学研究科、法科大学院が、白山キャンパスに再移転され、2015年4月には、東洋大学、京北中学、高等学校、京北学園白山高等学校が、 仮校舎の旧帰宅立赤羽体中学校から移転した東洋大学総合スポーツセンター所在地は東京都板橋区清水町89の1白山駅から都営三田線で最寄り駅の板橋本町まで約12分程度の場所に位置する使用学部大学院研究施設なし長年不足していた白山キャンパスの体育施設の充実を図るために 2012年の創立125周年に向けた記念事業として整備され、2011年4月に竣工した。2009年3月に国家公務員宿舎跡地を財務省関東財務局から大学施設用地として取得し、その後整備され2011年4月に竣工した。ありがとうございます。